テージもありました。はい、こんにちは。今回は破壊力、攻撃力のすごいボクサーを紹介いたします。The Hulk Jackson。 角刈りで武骨な風貌のジュリアン・ジャクソンは凄まじいパンチ力で衝撃的な KO を量産する反面、防御面に甘さがあり顎が弱いという特徴を持っております。中間距離からやや近い位置でのフックが凄まじい破壊力を持ち、被弾した相手は失神したり棒が倒れるようにダウンするシーンを見出しました。また一発効かせた後の畳みかけも鋭かったのでした。未来のスーパースターと期待されていた22歳のテリー・ノリスがゴーアン・ジャクソンに挑戦しました。スピードで勝るノリスは快調にパンチを繰り出し、試合を支配していたように見えました。パンチを何十発浴びようとジャクソンは一発のパンチで試合をひっくり返してしまうのです。トーマス・ハーンズは2メートルを超えるリーチを生かし、左腕を下げたヒットマンスタイルからフリッカージャブと右の打ち下ろし、そしてマシンガンのように繰り出すラッシュで KO の山を築きました。伝説のボクサーロベルト・デュランでさえハーンズの右の打ち下ろしとマシンガンレンドの前にはなすすべがありません。デュランは合計119戦しておりますが、デュランをここまで攻撃したのはヒットマン・ハーンズだけなのでした。ロルダンはハグラーからダウンを奪った唯一のボクサーで非常にタフなのですが、ハーンズの右パンチに沈められます。
全盛期のマイク・タイソンは爆発的な破壊力を持ったボクサーで KO の山を築きました。身長は178センチと小柄なので、相手のパンチをガードに頼らずボディーワークでかわす鉄壁の防御技術をカスダマドの下で徹底的に練習しました。反復練習で身につけた防御技術で相手の懐に入り、ガードごとなぎ倒す桁外れのパンチ力に加え、スピードあふれたコンビネーションパンチで急所を正確に打ち抜く攻撃で、タイソンは大男たちを次々とキャンパスに沈めたのです。タイソンの試合で圧巻だったのはマイケル・スピンクスとの全勝対決の一戦です。マイケル・スピンクスはライトヘビー級では WBA、WBC、IBF の3団体の統一王者で、ヘビー級に上げても7年もの長期政権を築いたラリー・ホームズを破って IBF 世界王者になったのです。しかし全勝の2階級王者ですら全盛期のタイソンの前ではあまりにも無力でした。カウサイはタイの国技ムエタイの選手でしたが、強打を見込まれボクシングに転向しました。7戦目で敗北を喫しますが、49勝のうち43もの KO を量産し、 WBA 世界スーパーフライ級王座を19回防衛しました。左ストレート、右フック、左ボディーブローなどの強烈なパンチで、ほとんどの防衛戦は KO で片付けました。カオサイはタイで絶大な人気を誇っており、ファイトマネーも高かったので、ほとんどの試合をタイで行いました。タイのタイソンと呼ばれたカオサイは7年1ヶ月世界王座に君臨し、19回目の防衛戦に勝利した後、世界王者のまま引退したのです。フリオセファール・チャベスはデビュー以来89連勝し、世界タイトルを3階級制覇しました。チャベスのガードは固く、ブロッキングの技術は神業で、顎はとんでもなく頑丈、さらにスタミナは桁外れです。攻撃はパワフルで、上下に強打を連打で打ってくるので、ほとんどの相手は倒されてしまうのです。どんな相手でも真っ向から受け、最後はきっちり倒すボクシングはメキシコだけでなく世界中で英雄として崇められたのです。
68連勝中のチャベスは、元オリンピック金メダリストで IBF 王者メルドリック・テイラーのスピードに翻弄され大苦戦します。迎えた最終12ラウンド、KO でしか勝ち目がないチャベスは捨て身の攻撃を開始します。